クレイ T3E-600 のプロセッサ基板。300MHz 版、α21164 が4個搭載されている。α21164 は、デジタルエクイップメントコーポレーションが開発、製造したマイクロプロセッサであり、α 命令セットアーキテクチャを実装している。コード名 EV5 でも知られている。1995年1月、 アルファ2064への後継として登場した。1998年には後継のアルファ21264にとって変わられた。1994年2月、最初の試作品が完成し、オープンバムズデジタルユニックス、Windows NT というオペレーティングシステムのブートに成功した。1994年末には、 サンプル出荷が開始され、1995年1月に 266MHz 版が登場した。300MHz 版は1995年3月に登場。最後の 333MHz 版は1995年10月2日に発表され、同時にサンプル出荷が開始された。1996年に21164。 A の 400MHz 版が量産出荷開始され DEC の最速マイクロプロセッサの座を明け渡した DEC は様々な動作周波数の21164をサーバーアルファサーバーやワークステーションアルファステーションで採用しているまたワンボードマイコンのアルファビム5352とアルファビム5480 OEM 向けマザーボードアルファプック164とアルファプック 164LX でも採用している。パートナーだったクレリサーチはスーパーコンピュータ T3E-600 で 300MHz 版の21164を採用している。サードパーティーではデスクステーションなどがワークステーションに21164を採用した。 世界最速のマイクロプロセッサの座を 275MHz 版 α21064A から引き継いだが1995年11月にインテルの Pentium Pro が 200MHz 動作で 300MHz の21164に勝ったため最速の座を奪われることになったただし不動小数点演算性能では21164のリードが続いた 翌年 333MHz 版21164が登場し、Pentium Pro に勝ったが、同年中に MIPS テクノロジーズの R1000 や、ヒューレットパッカードの PA-8000 に追い抜かれた。α21164 は、クロックサイクルごとに最大4個の命令を、同時発行できるスーパースケーラ型マイクロプロセッサで、ある。整数演算ユニットを二つ。 不動小数点演算ユニットを2つ備えている。整数パイプラインは7段、不動小数点パイプラインは10段である。仮想アドレスは43ビット、物理アドレスは40ビットを実装している。したがって、仮想アドレス空間は8イト物理メモリー空間は1イトまでアドレッシング可能である。2つの整数パイプラインと、 整数レジスタファイルで構成されている。二つのパイプラインは同一ではなく、加算パイプラインと乗算パイプラインに分かれており、実行できる命令も異なる。しかし、一般的な加算、論理演算、ロード、比較、条件付き転送命令などは、どちらのパイプラインでも実行できる。乗算パイプラインだけが実行できる命令としては、シフト、ストア、 乗算命令がある。加算パイプラインだけが実行できる命令は分岐命令である。分岐、条件付き転送、乗算命令を除いた全命令は第5ステージで実行され、1サイクルの0点種で実行完了する。分岐と条件付き転送の実行は第6ステージになっており、比較命令を並行して実行し、 その結果を使って動作可能になっている。整数レジスタファイルは40本の64ビットレジスタを持ち、そのうち32本がアルファアーキテクチャの規定するレジスタであり、残る8本はパルコードがスクラッチパッドメモリとして利用する。レジスタファイルには4つのリードポートと2つのライトポートがあり、2本のパイプラインに同数のポートが割り当てられている。 二つの不動小数点パイプラインと不動小数点レジスタファイルから構成されている。二つのパイプラインは同一ではなく、加算パイプラインは乗算以外のあらゆる不動小数点命令を実行し、もう一つは乗算が命令専用である。どちらのパイプラインも四段となっている。加算パイプラインには、パイプライン化されていない不動小数点除算ユニットが接続されている。 除残以外の不動小数点命令は4サイクルの0.1種である。除残の0点子は単精度か倍精度かでも異なるし、除数や非除数の具体的な値によっても変化する。オーバーヘッドも含めると、単精度の除残は15サイクルから31サイクルの0点子、倍精度の除残は22サイクルから60サイクルの0点子である。 キャッシュは3レベルとなっていて、2次キャッシュまでを内蔵し、3次キャッシュをオプションで外付けできる。キャッシュと関連論理回路だけで720万個のトランジスタを使用している。1次キャッシュは命令とデータで分かれており、それぞれ8キロバイト、ダイレクトマップ方式、ラインサイズは3 2トである。一次、データキャッシュはデュアルポートで性能向上を図っており、 二重化されて実装されている。ライトスルー方式でリード時に割り当てる方針を採用している。二次キャッシュの容量は96キロバイトである。21164では外付け二次キャッシュの帯域幅では命令やデータの供給能力が不十分と判断され、容量が制限されても内蔵するという方針になった。 二次キャッシュは大きいため、アクセスにリサイクルを必要とする。性能を向上させるためキャッシュがパイプライン化されている。二次キャッシュを内蔵する、もう一つの利点は、マルチウェイの構成を容易に実現できる点であり、実際3ウェイセットアソシアティブで実装して、ヒット率を向上させている。三次キャッシュは SRAM を使って、外付けで実装できる。 オプションであるため、3次キャッシュを実装していないシステムもある。容量は1イトから6 4イトで、最小容量が1イトと大きいのは2次キャッシュを内蔵しているため、小さい3次キャッシュは性能面で意味がないからである。ダイレクトマップでライトバック方式であり、ライト時に割り当てる方針を採用している。2064では、 外付けキャッシュの制御には、外付けのキャッシュコントローラーを必要としたが、21164、では内蔵の外部インターフェース回路が、外付けキャッシュを制御する。使用する SRAM は、同期式でも、非同期式でもよく、システムバス経由でアクセスする。外部インターフェースは128ビットのシステムバスである。システムバスの駆動周波数は、 内部クロック周波数の3分の1から15分の1で、例えば内部動作周波数が 300MHz なら、システムバスは 20MHz から 100MHz となる。システムバス用のクロック信号はマイクロプロセッサが発信する。内部クロック周波数は外部から供給するクロック信号を分集した半分の周波数の信号として生成される。したがって、 300MHz 版の α21164 には外部から 600MHz のクロック信号を供給する必要がある。ソートランジスタ数は930万個、寸法は 16.5mm×18.1mm、mm、面積は299平方ミリメートルであり、製造プロセスの限界に近い規模である。DEC の 第5世代 CMOS プロセス CMOS-5 で製造されており0.50マイクロメートルルール4層アルミニウム配線である電源電圧は3.3ボルト消費電力は 266MHz で 46W300MHz で 51W333MHz で 56W である499ピンのセラミック製で 地取り配置のピングリッドアレイであり、寸法は 57.40mm×57.40mm 57.、mm、である。パッケージにはヒートスプレッダーがあり、2つのスタッドが突き出ていて、そこにヒートシンクを固定する。500MHz 版、α21164、マイクロプロセッサーコード名 EV56 で21164のさらなる開発が行われた。当初は、 アルファ 21164A とされる予定だったが、実際にはアルファ21164のままで製品化されている。クロック周波数としては366、36 433、500、533、600、666MHz がある。K1995 年10月のマイクロプロセッサフォーラムで初めて発表された。 1995年11月13日、DEC は同月中にサンプル出荷を開始すると発表。最初の 366MHz 版は1996年に量産出荷となった。1996年7月8日、433MHz 版の量産出荷と 500MHz 版のサンプル出荷を発表し、 同時に 500MHz 版の量産開始を9月とした。433MHz 版は1000個注文時で単価1492ドル。600MHz 版は1997年3月31日に量産出荷を開始した。1996年6月、サムスン電子は DEC とセカンドソース契約を結んだ。 666MHz 版を生産したのは、同社だけである。1996年11月11日、366MHz 版から 500MHz 版までのサンプル出荷を開始し、1997年には量産出荷を開始した。α21164A を製造したのは、DEC のマサチューセッツ州ハドソンのファウンドオリト、 サムスンの韓国国内のファウンドリである。採用企業としては、クレイリサーチ、DEC、ネットワークアプライアンス、デスクステーションがある。クレイリサーチは、スーパーコンピュータ T3E で450、600、6 7 5ヘルツ版を使用した。DEC は、アルファサーバー、アルファステーション、セレブレイ XL、デジタルパーソナルワークステーションで使用している。 ネットアップは、ストレージシステム、デスクステーションは、ワークステーションラプターリフレックスで使用した。詳細最大の改良点は、バイトワード拡張の追加で、これはバイト及び、ワード単位のアクセスを強化するアルファイサの拡張である。これらの命令は乗算パイプラインで実行する。 ソートランジスタ数は966万個で、寸法は 14.4mm×14.5mm 14.、mm、面積は209平方ミリメートルである。DEC は、第6世代の CMOS プロセス CMOS-6 で、製造し、0.35マイクロメートルルール、4層、配線である。 サムスン電子は1996年初めに0.3マイクロメートルプロセスを開発し、それに基づいて0.35マイクロメートルール4層配線で製造した。電源電圧は 3.3V で、消費電力は 366MHz で 31.0W、433MHz で 36.0W、500MHz で 41.0W。 533MHz で 43.5W、600MHz で 48.5W である。α21164PC は 21164A の低価格版で、1997年3月17日に登場した。DEC と三菱電機の共同開発で、両社で製造した。1998年はじめ、三菱電機は、 DEC との開発提携関係を打ち切ることを決め、同年中頃には 21164PC の製造もやめ、アルファから手を引いた。動作周波数は 400MHz、466MHz、533MHz である。二次キャッシュの内蔵をやめ、マルチメディア拡張命令のために一時命令キャッシュを大きくした。 マビーは α イサの拡張命令セットで、MPEG のエンコード性能などを強化するシムド、命令群である。二次キャッシュはトランジスタ数を削減するために削除され、その結果チップサイズとコストが縮小した。一時命令キャッシュは 8KB から 16KB に倍増されている。外付けキャッシュの容量は 512KB から 4MB までと縮小されている。 仮想アドレスは43ビット、物理アドレスは33ビットに制限されている。総トランジスタ数は350万個で、寸法は 8.65mm×16.28mm、mm、面積は141平方ミリメートルである。DEC は従来と同じ CMOS-5 プロセスで製造した。パッケージは413ピンのアイプが出、 寸法は 49.78mm×49.78mm 49.、mm、である。電源電圧は 3.3V で、消費電力は 400MHz で 26.5W、466MHz で 30.5W、533MHz で 35.0W である。DEC はマザーボード α プック 164SX に採用した。 PCA57 は PCA56 からの派生で、サムスン電子が設計し、0.28マイクロメートル、CMOS プロセスで製造した。1998年後半に登場し、533MHz、600MHz、666MHz で動作した。一時、キャッシュ容量を倍増させ、命令キャッシュは 32KB。 データキャッシュは16キロバイトとなっている。570万個のトランジスタを使い、寸法は6.7ミ、mm、リメートル ×15 ミリメートルで、面積は101平方ミリメートルである。電源電圧は2 5トで、消費電力は5 3 3ヘルツで 18W、6 0 0ヘルツで2 0ト、666MHz で 23W である。DEC では、 マザーボードアルファプック 164RX に採用している。DEC とビルシーテクノロジーは21164よび派生チップ用のチップセットを開発した。DEC 自身はアルファサーバーのハイエンド機種では特注の a s i c を使っている。ありがとうございます。